チャオトゥッティ、どうも今井俊介です。はい、今日、10時から今井俊介の今井俊介マニアッククラシックコンサート、レクチャーわかんないですけどもマニアクラシックコンサートの受付が始まりました。皆様には大変ご迷惑をおかけしてます。ファックスのお客様は、バーッと取れるんですが、電話対応に限りましては一回線でやってます。ですので、ちょっとスタッフをね増やしていけば一回線でも何人かでこう対応できるんですけども、まだ試作段階というのもあって、お一人ずつの対応になってしまいます。お待たせしてしまう、もどうぞお許しください。はい、そうでね、チラシできました。夜なべしました裏面もできてます。間違ってね、誤字脱字とかもあるとは思うんですけども、お許しください本当にコンサートで大阪行ったり名古屋行ったりアンドレア・シェニアだったり、そして来週は福岡でカルメンのコンサートがあります。すごい楽しみにしてます。アンドレア・シェニアもものすごい熱があって楽しかったし、大阪フェニックスホールのお客様はいつも明るく熱くそして楽しいお客様ばっかり。そして初めてのムネツグホールはですね、初めまして様がとても多かったんですが、熱があって、そしてすごいいい響きのホールなので、拍手もうわーっと渦を巻いて、嬉しかったですね。オペラアリアを歌ってる時にいろいろなこう新しい試みも考えてて、こうやったらどうかな、こうやったらどうかなってですね、自分の中でもこう成長をすることができるいいそのホールだったなと思います。そんなことを生かしつつ、この今回自分が企画したイマニアクラシックコンサートは、自分がね一体どういう風に歌っているか、一曲につき、時代背景とかそういうのもお話ししてもいいんですけど、そういうお話はあくまで打足というか知識をと ひけらかすだけみたいな感じになると思います。一番ね、そういうことを別に考えて、知っておいて損はないですけど、それを考えてそこに表現できてるわけではないと思うので、自分が一体この歌詞に関して、この歌詞があって、それ楽譜があって、それに対して自分がどういうふうに作品として向き合ってるか作っているかというのをお話ししながら一曲歌って、そしてもう一回繰り返して歌ってみる。例えばそのなかなか工場の月をね、初回と2回目に1日で2回聴けるってことはなかなかないじゃないですか。そういうのもねちょっとやってみようかなと思ってます。そして2部、夜の部はですね、先日アンドレア・シェニアが豊橋でありましたので、そちらのお話をしつつ、ジェラールという役についてちょっと深く掘り下げながら説明していきたいなと思います。アリアが2つあります。1幕冒頭のアリア、そしてバリトンの王道、これが僕のお箱としたいぐらいの祖国の敵というですね、アリアが2つあります。これに関してご説明しながら、そしてまたジェラール、フランス革命のその舞台のことをお話ししながら、そして見たことないかもしれないですが、そのオペラの楽譜をねちょっと見ていただきながら楽しんでいただきたいなと思ってますこれもねうまく やれたら2回ずつ歌えたら面白いなと思ってます。あ、こうやって歌ってるんだ、こうやって歌ってるんだ、あーなるほどねっていうのがあったらやってみたいなと思います。さて今もね電話待ってます。ファックスも来てます。ありがとうございます。本当に YouTube と Twitter でしかまだ宣伝してできてないんですけども、それでも皆様知っていただいてご連絡していただいてありがとうございます。もちろんこれからコンサートで巻いたりとかもいたしますので、イマニアクラシックのチラシまだ手に取っていない方一人もいないと思います。だってまだ印刷できてないですからぜひコンサート会場等々でお受け取りください。どうぞよろしくお願いいたします。それではたくさんのご応募お待ちしてます。そうそう、先着順でございますので抽選ではないです。キャンセル待ちはしてません。なぜかというと、一度申し込んだらキャンセルを受け付けないためです。この辺は
個人でやっているため混乱してしまうので本当に申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。またね、もろもろ注意事項等々は、YouTube でね、ご案内していきたいと思いますので、今にはクラシック、近くなってきたらまたチャンネル開いてみてください。じゃなくてもね、チャンネル開いて楽しんでね、はい。それでは今井俊介でした。バイバイ。さあ受付頑張るよ。